中日本ハムファイターズ打線が冷凍されて完封つらい負け。清水は1打席で3回空振りしたのが面白ポイント。確かに清水のベンチでの態度は良いとは言えんな。 W 現地負け法、清水はもうあかん、打つ気配しなかった。悪送球も四球押し出しもワイルドピッチも完敗した日だから良かったって思えばよくね。よく見るちと西武だけ負けのパターン。広島に負けてるようじゃきついわ。伏見がタミヤにサインを送ったりしてたよな。タミヤも先輩だからきつかって清水にアドバイス求めたりしそう。しかし阪神ファンもおとなしくなったな。昭和の阪神ファンならこんな負け方したら暴動起こってるで。清水は戦力外だろうな、どこも欲しくないだろう。清水上がってきたからチーム調子悪いし下げてほしいね。清水は妄想も駆使されて叩かれてるのが笑える気持ちはわからんでもないが、清水上がってきてから勝率4割しかないからな。鈴健は明日投げた後は1回抹消するのか、それとも来週の後半中継ぎでベンチ入るんかな。現地で清水の打席見てたら何しに出てきたのって思ったわ。今日の負けは別にだけど、横浜の負けのどちらかは勝たないとダメだったな。オリックス負けてるじゃん、なんでそんな嘘つくのかなぞ。丸は去年ぶつけられてるから子犬のようになってるのかも。そもそも完封負け自体が今季2度目なんだから、ネガキャンする必要もない。相手のピッチャーを素直に褒めときゃいい。ご視聴ありがとうございました。